カー・ライソン・オンダース・アンドラーシュ、ハンガリーにおける、ハンガリー語の発音では、カー・ライソン・デルス・アンドラーシュは、ハンガリー系アメリカ人の歌手、ソングライター、プロデューサーである。2014年5月に、デンマークのコペンハーゲンで開催される、ユーロビジョン・ソング・コンテスト2014に、ハンガリー代表として出場し、ランニングを歌う。カー・ライソン・オンダース・アンドラーシュは、 アメリカ合衆国、ニューヨークにて、ハンガリー人で、モデルのカーライ・カタリンと、アメリカ人で、ソウル歌手、プロデューサーのフェルナンド・ソー・ンダースの間に生まれる。母親のカーライ・カタリンを通じて、ハンガリーの貴族、カーライ家の血を引く。幼少期、父親のフェルナンド・ソー・ンダースは、世界中をツアーして、ルチアーノ・パバロッティ、ジェフ・ベック、 ルーリードといった著名な音楽家と舞台を共にしており、息子のアンドラーシュも父親に連れられてその様子をよく見ながら育った。フェルナンドはデトロイトにて自身が初めて歌った場所などを見せ、デトロイトの街を自らの音楽的ルーツとして息子に教え込んだ。アンドラーシュは体調を崩した母方の祖母と共に過ごすためにハンガリーを訪れる。ハンガリー滞在中、 同国の音楽タレント発掘番組2010年版メガスターの挑戦者を募集するテレビコマーシャルを見て応募を決意するメガスターでは最終的に4位まで勝ち進みその後ユニバーサルレコードと契約しハンガリーに定住することになるユニバーサルレコード契約下で2枚のシングルクザクベレット I Love You が発売されそれぞれハンガリービルボードのチャートにて7位 二位となる。2012年8月、スウェーデンのラッパーアーレブスター、アメリカ合衆国のプロデューサー DJ ペイン1との、共作、トゥナイトが発売され、ヒットチャートで4位の成果を上げる。2012年11月、ユニバーサル、レコードとの契約を解除して、スウェーデンのレコードレーベル、トゥデイ・イズ・ヴィンテージと契約を交わす。2012年12月20日、シングル、 マイベビーを発売、また同曲にて、ユーロビジョンソングコンテスト2013のハンガリー、代表選考を兼ねる音楽イベントアダルに出場する。大会では決勝まで勝ち進み決勝では審査員、票50点満点中46点で最高順位を確保するが、視聴者秒では、バイアレックスに敗れて優勝を逃した。優勝は逃したもののシングル、マイベビーは、 ハンガリーのヒットチャートで首位を記録する2月8日には、同曲のビデオクリップも発表される。その後、デビューアルバムの制作に取り組み、また翌年のユーロビジョンソングコンテスト2014のハンガリー代表選考に挑むことを決意する。2014年のアダルでも決勝まで勝ち進み、2014年2月22日の決勝では審査員票。 視聴者秒の双方で最高順位を記録して優勝。ユーロビジョンソングコンテスト2014のハンガリー代表となることが決まった。2010年版メガスターの優勝者で歌手のトルバイ、エナーダ、レニと交際を続けている。ありがとうございます。